こんにちは、たまきの宿命占いへようこそ。今日は29日生まれの方、おめでとうございます。29日生まれが持って生まれた宿命はズバリ、心という時に頼りになるサポーターさんです。人を引きつける不思議な魅力を持ち、周りから何かと頼りにされるしっかり者で、悩み事の相談を受けたり、揉め事の調整役や仲介役を頼まれたりするのも宿命からです。大人っぽい性格で周りの空気をよく読み、めったに自分の本音を出すことがありません。時々確信をズバッとつく発言をして周りを凍りつかせてしまうこともあります。ただ本人は全く悪気はありません。また意外なほど些細なことを気にしたり、くよくよと悩んでみたりと、理屈では割り切れないユニークな人です。私玉木が29日生まれです。29日生まれの恋愛は、相手のためを思って海外しく尽くす優等生タイプです。自分のことは後回しにして、好きになった相手を喜ばせたい、笑顔にしたいと精一杯努力をします。なかなか本音が出ないタイプなので、本音を隠したままの恋愛は長続きしないかもしれません。そんな29日生まれと相性がいいのは、尊敬できるリーダータイプです。10日生まれ、19日生まれ、そしてあとは28日生まれが相性がいいです。人当たりもよく、大きな組織の中ではとても重宝されるオールラウンドプレイヤーです。どんな仕事でもそつなくこなすだけの高い知識やスキルを持っています。宿命的に自分から積極的に動くタイプではないので、誰と仕事をするのかが仕事運を左右する最大のポイントになります。29日生まれの有名人には、女性だと美空ひばりさん、飯島直子さん、井川遥さんがいらっしゃいます。男性だと堀江貴文さん、つんくさん、そして尾崎豊さんがいらっしゃいます。あなたの持って生まれた宿命をもっと輝かすには、まずは環境を整えること。自分が思っている以上に身近な人や環境に影響を受けやすい宿命を持っています。まずは住まいを心地よく整えることです。特に寝室の掃除や片付け、整理整頓が重要になります。怠るとエネルギーが下がりますので気をつけましょうね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。